はい、おはようございます。今から練習ちゃうわ。今日はね、練習試合です、町田と。はい、最高の一日にしましょう。行くぞ。はい、どうもお疲れ様でした。終わりました。帰ります。暑い、疲れた。おい、頼む、壊れんとってくれ。さすがに。おお、これやばい、瀕死状態。頼む、消えんなよ。頼む、完璧。ラミネート完了。はい、今夕方の5時半です。飯行ってオフィス行きます。うわ、やばい、やってないかも。ゼロ、どうやってんだよ。営業中。いや、全然営業中ちゃうよ。やばいて、食うとこないて。どうしよう。あ、ここしかないな。生姜焼き定食、ご飯大盛り、バーリうまそうです。終わったぜ。次行くぞ。キャットボール。帰ってきました。ケントと2人で、マッサージ行ってました。ちょっと遅くなっちゃったんでね、明日もあるので、早く寝ます。おやすみなさい。おはようございます。行くぜ。バカに宣言。昨日練習試合やったんで、今日は今からリカバーです。やめ、行ってこ。はい、どうもお疲れ様でした。帰ります。やばいぞ、雨。危ない、これ。昼ご飯食べます。いわゆる尾の部分っていうか、お腹の方の尾の部分ですかね。うん、お腹の方の尾の部分で。こだですね、まあ、つまりこだわりですね。いやこれは綺麗。昨日に引き続きキャットボーに来させてもらいました。今日ここの社長 の山根さんっていう方と食事行かせてもらってて、2日連続なんですけども、連れてきてもらいました。最高、やばい。ここ、あ、これがプール。おはようございます。ザマさん、どうぞ。ゆうたがコーヒー作ってくれてます。はい、せーん。ザマさん、いつもお疲れ様です。いつも優しく接してくれてありがとうございます。はい、いつもご飯ありがとうございます。うん、美味しい。作ってまた美味しい寿司でも買おうぜ。行きましょう。うん、お願いします。
これからも応援してます。おっす、おっす、おっす、お願いします。おっす、おはよう。え、なんで、どういうこと。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。行くぞ。阿佐ヶ谷来ました。いや、お客さん早く来てほしいな、いっぱい、なあ。帰ります。オフィス来ました。飯行きます。今日はやってるやろ。今から脱毛行くのでお土産買いに行きます。なんかさっき車で通ってる時にせんべい屋さんみたいなのつけて、もう上閉まったわ。せやん、今閉まった、今閉まったぞ。このビニール袋じゃダサいんで、100均で紙袋買います。完璧だ。焼けてるんすか。そう、焼けてる。そう、外側が。そしてちょっとこっちが痛みが感じやすい。あ、そうなんだ。あ、やばい。うわー、痛い、怖い。うわー、張り痛かったぞ。帰ろ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 、時間ない。はい、シュナ、疲れ。サンキュー、ありがとう。とりあえず広告ミーティングやな、これは。はい、ミーティング終わりました。頭ん中むちゃくちゃクリアになったんで最高です。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は、あの、友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。